今回のスピチューブは岡山駅前の焼肉大光さんにお邪魔させていただきました。高級なお肉が食べれる大光さんですが、今回は最安値のお肉を注文してみました。はい、皆さん こんにちは。今日はね、岡山駅前の本町に来てます。まあ、本町言ったらね、カニ道楽あったり飲食店あったりする中なんですけど、ちょっとね、昔ながらかな、なんか焼肉店があるので、そちらの方に今日は行ってみようかなと思います。で、撮影も OK もらったので、今日は初めての撮影というか、何度か食べに来たことあるんですけど、まあいろんなねコースがあるんですけど、まあこれは2人から2名様からのコースで、まあなんか今日こんな感じで、ちょっとねやっぱ飲み屋街というか飲食店の中にあるので値段も割高なんですけど、朝方かな、結構夜遅くまでやっているということで、まあいろいろね安いのもあるんですけど、まあ今日はねこの480円よりっていうのをちょっとねいただいてみようかなと思います。すいません、一人で。ありがとうございます。はい、それではねメニューを見ていきましょう。まずはじめにドリンクなんですけど、生ビールが400円からで、焼酎、ワイン、まあその他マッコリとかいろいろウイスキーとかありますね。ソフトドリンク、カクテルあります。はい、そして今回こちらが最も安いお肉の値段ということで、サービスカルビ、サービスハラミ、つけタン、タンツラミということです。こちらも普通のお肉がありますね。A5からとか和牛とかね、結構値段が高めです。サービスカルビ1つと、タンのつらみってどんな感じですか？タンのつらみ、根元のタンの取り方。じゃあ今回はサービスカルビとタンのつらみとライスの大を注文させていただきました。今回は自転車で来たのでコーラで我慢です。ただめちゃめちゃ濃いできたのでコーラが染みます。こちらが大光さんのタレというわけなんですけど、味噌と醤油をブレンドしたタレということです。非常に楽しみです。こちらがサービスカルビ、550円になります。こんな感じですね。それでは早速焼いていきましょう。それでは早速いただきます。でやはりこのタレなんですけど、濃すぎず薄すぎず辛すぎず甘すぎずのバランスがいいタレになってますね。だからお酒とかちょうど合うのかなっていうような感じですね。
こちらがタンのつらみということで、舌の付け根部分だということです。タンって聞いたら塩タンのような食感なのかなと思ったんですけど、全く違ってコリコリした感じですね。食べました。醤油がね、なんかちょっと味噌とタレというか、ちょっとね大人な、感じかなと思います。でもまあいろんなね種類のお肉というか、まあ高級肉とかあったりするので、まあちょっとねお金ある人はぜひ行ってもらいたいなっていうお店でございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。